鈴木知事は今日、総理官邸や道内選出国会議員を訪問し、来年度の北海道開発予算や新型コロナウイルスの影響を受けた道内経済再生への支援を要請しました。今感染確認が一桁ないし、感染確認ないという状況が最近なもんですから、第2波と言われるこの感染を確実に収束をさせて第3波以降に備えるという観点からしっかり連携して取り組んでいきましょうと。道内で今日新たに感染が確認されたのは札幌と帯広市の男女4人で、いずれも軽症で会話ができる状態だということです。このうち帯広市で確認された女性は親族間で集団感染した6人の濃厚接触者でした。一方、発熱などの症状が出たため感染の疑いがあるとして、昨日自衛隊のヘリコプターで留萌市内の病院に搬送された道北の手売島の男性はPCR 検査の結果陰性だったことが分かりました。